4万人、そうなんですよね。4万人、さっき行きました。9時ぐらいに行きました。1時間半前か。4万人行くぞっていう、なんや、そう、節目の配信にしてもよかったんけど、イッテQ見てた。イッテQ見てたから、できなかった配信。ちゃんとした理由やろ。配信者失格。お、コダック。とりあえず、大量発生でも見に行く。うわ、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 やばくない？なあ、4万人をコダックが祝福している。まだまだ出ます。うわ、4万祝福されてるわ。運営からの祝福ありがとう、ほんま。このゲーム、愛してます。わー、ミネタくんのモデル 100% こいつやん。だからこそやで。えへへへ。謎しい。うわ、EV だ。EV だ。死んだことには意味があった。絶対ない。慰めてくれよ、EV ちゃん。うわっはっはっは。喜び方きつ。うわい、この音。やばい。ああ、頭がおかしくなる。ああ、ドレナリンが。ああ、ドーパミンが。寝れなくなっちまう、今日。一層起きとけ。うわー、やばい。ガーディーはエグいんちゃうな。だって、別に木の玉は2個なくなるぐらいやんな。うん、全然。え、なんだ。いや、俺ワンリキーやと思うわ。まだ誰も言ってないけど。いや、俺ここワンリキー確か出たはずね。ペラポー。ペラップかなかなかやな、2時間で6体。20分に1匹出してるわ。キーパーが良すぎる。え？君、マスキッパー見えてる？仲間売らないんですか？誰売ろっかな、まあ、まず、なんか、でかいやつの方が高く売れるって信じて、マスキッパーかな、とりあえずはね。まあ、次にやっぱ、一人暮らしの話し相手になってくれるペラップが高く売れそうですね。はい。嘘蜂は盆栽好きに高く売れるんで、まあ、第3位ぐらいにしといて。あと、虎年なんで多分ガーディーも今年値上がりしてるんで、ガーディーは売っといて。コダックは玄関にでも飾ってもらって、EV は俺の手元に残します。キーキー